複素数平面上での2点複素数 α と複素数 β のこの距離について考えてみたいと思いますそこで3点 O0AαBβ というふうに考えた時にこの点 A を原点に平行移動したとしたらそれに伴って点 B はどのよううなな形でで平行移動するることになるでしょう点 A は原点に行くのに左に2つ。 下に2つ移動していますつまり、点 B も平行移動ですから、左に2つ、そして下に2つ移動しなければいけませんよね。つまり、B の点はここに移動することになります。そこで、この図に赤いボールペンで線を引いた通り、平行四辺形を作ってあげると、AB の長さと OB ダッシュの長さは同じ長さになることがわかります。つまり AB、AB イコール OB ダッシュです。 そこで点 B' の複素数を β' とすれば複素数 β' というのは一体どんな複素数で表すことができるでしょうヒントはこちらです実は点 A は原点に平行移動されたわけですよねこの点 A が原点に平行移動されたつまり A は0っていうところに移ったわけなんだよねということはこの四角何を入れたらいいだろう当然 0になるためには、アルファからアルファを引いてあげなければダメだよね。すると点 b というのは同じだけ平行移動するわけだから、この四角に入るのはアルファだよね。つまり複素数ベータダッシュというのはベータマイナスアルファのことなんだ。このことから ob ダッシュの長さというのは、この長さ自体がベータダッシュの絶対値のこと。だからベータダッシュつまり。 ベータマイナスアルファの絶対値が OB ダッシュの長さになるわけなんですそこで具体的にねアルファを今2プラス 2i この A アルファのところを2プラス 2i そしてベータのところをこちらね5プラス 4i としてみたいと思いますそこで今2プラス 2i というこのアルファの点を原点に移すとすれば当然 アルファからアルファを引かないと原点0にはならないよねだからアルファマイナス2プラス 2i とするわけだ同様にこの β をベータをね同様に平行移動するんだったら同じものを引かなきゃダメだよね平行移動だからだから β マイナス同じもの2プラス 2i を引くわけだちなみに2プラス 2i ってアルファのことだよね引くとどこに移るかというと3プラス 2i つまり 新しくベータが移ったところベータダッシュは3プラス 2i 実軸が3で虚軸が2ここに移ったわけだそこで今映ったこちらの長さを考えてみたいと思ったら当然これって直角三角形ができてるわけじゃない横が3で縦が2の直角三角形だからこちらの長さというのはどうなるかといえばこちらに書きましたけど。 ベータダッシュの絶対値つまりこれって β ダッシュって実際にはこれがそうでしょ大きさだから絶対値をつけてあげなきゃいけないね 3+2i の絶対値と言われたら直角三角形で処理すればこの斜めの長さは出てくる横が3で縦が2だから3辺方の定理を使ってあげればルート13がこちらの長さになるではまとめだよまとめとしてはこのようなことがまとめになる 複素数平面上で2点 αβ の距離っていうのは実は β から α を引いてあげたやつの絶対値が距離なんだつまり別にどっちから引いてもいいんだけど引き算2つの複素数が引き算で表されていてそれに絶対値がついたものっていうのは2つの複素数の距離を表してるってことになるんだよね。複素数平面の問題ではよく2つの複素数の引き算差の形が登場します。 この2つの複素数が引き算の形で表現してあってなおかつそれに絶対値がついた時というのは辺の長さのことを意味してるんだ。そののの複素数辺ということをしっかりと押さえておきましょう。